どうも、ズバッチです。今回はちょっと真面目な話をするので、いつもやっている超絶面白い挨拶は控えさせていただきました。まず結論から言いますと、前回の動画の後編が出せなくなりました。まあ、なぜ出せなくなったかというと、ビデオカメラで撮ったやつをパソコンに取り込むんですけども、取り込んだファイルがちょっと破損してしまいまして、その動画を編集することも見ることもできなくなってしまいました。後編を楽しみにしていた方、本当にすいませんでした。ちょっととりあえず前回の動画のコメント欄をちょっと読ませていただきます。後編まだ、本当に後編を楽しみにしていた方、本当にすいませんでした。妹にいじめられているザワッチが面白い、もっといじめられて、後編ではいじめられました、めっちゃ蹴られました。その動画も見れません。本当にすいません。質問コーナーやらないんですか？あの質問コーナーはつい最近やったので、そちらの動画をご覧ください。おっちんちん、はい、ごめんなさい。ということなので、まあ本当に申し訳ないんですけども、後編の動画は見れないということで、まあ、前編の動画、ただただ僕が風船を妹の部屋で膨らましてただけの動画になってしまったので、本当にすいませんでした。一応こういうことにはけじめというものが必要だなと思ったので、みそぎを受けさせていただきます。どういうみそぎかと言いますと、風船を僕の体につけます、ガムテープかなんかで。で、僕その時目隠しします。そして目隠しをされた状態で風船を割ってもらいます。まあ風船の動画出せなくなったから、やっぱりけじめは風船でつけようかなと思って、風船でみそぎさせていただきます。ありがとうございます。ということで、みそぎの準備ができました。足に2つ、腕に4つ、腹に4つ、そして頭に1つあります。僕はもう目隠ししてて見えません。今からランダムに風船を割ってもらいます。それでは、みそぎ、やっていくと、待って、本当に怖い。本当に怖い。では、みそぎ、スタート。トモスラバガアジャベシフィアベフォフィシェアーイ。はい、ということで今回はこういう動画になってしまい、本当にすいませんでした。また次の動画から頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。何度もしつこいようですが、本当に今回はすいませんでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。うわ。